はい、皆様こんにちは。戻って休憩からね、戻ってまいりました、ワールドオブタンクスの公式大会、はい、公式リーグ戦 WGL アジアエーペックゴールドシリーズのシーズン2、まあね、正式名称はね16-17シーズンっていう話なんですけど、まああまりそういったことは言わずにこう WGL シーズン2ってなってるけどね、はい、はい、5週目、最終日ですね。5週目の最終日の試合の模様を英語の本配信の裏で日本語でも同時に配信しております。はい、実況は引き続き戦車おじさんこと名取、そして解説は、はい、シルバーリーグのノーティーキッズからキッドです。はい、引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、先ほどの行われた試合、B ゲーミング VS ダークールブズの試合の結果はセットカウント5対1で日本の B ゲーミングが勝利いたしました、うん、まずは、開幕からめでたいめでたいというところです。はい、はい、そして、次の試合天王山です。もうなんか濃い試合が続きますね、PM エフィシエンシー VS ダークルブズなんですが、ちょっと待ってくださいね、データの方を拾っていきましょう。よいしょ。そうですね、まあ EL も、はい、以前ほど余裕という感じはなくなってきているので、そうですね、まあ、おそらくタクも隠さずに、うん、がっつり勝ちに行くと思うので、まあ今日はちょっと厳しいんじゃないかなと思いますけど、うん、というわけでね、前回の対戦では先週ですよね、先週の金曜日 TM エフィシエンシー VS イーロング行われたんですが、ここ1シーズン2シーズン近く無敵だった EL に対して TM エフィシエンシーがなんと土をつける、まあロシア的に言うと、まあ難しいですね、こう他のリーグ覗いてみても全勝を続けてるチームっていうのがなかったんですよね。あ、うん、結構ね、 EL じゃなくてナビにしてもトルネードエナジーに関して言ってもそんなに絶対無敵っていうチームじゃないんですよね、はい、うん、で EU とかのディングとかに関してもたまにこう落とした星を落としたりするっていう、はい、うん、っていうこともあるので、こうアジアのその EL だけがほぼ無敵状態だったんですよね。ところが今シーズンに入ってタイブレークに持ち込まれる試合というのが増えるのと同時に、先週行われたティーム・エフィシエンシーとの試合で EL がついに敗北をするという。なので、まあ、やはり、はいはい、キアルとの統合で、まあ、ゴールドのチーム数がちょっと減ったということで、まあ、どこのチームも練習量が増えたりとか、そうですね、うん、かなりその差が詰まってきてるっていうのはあると思います。うん、NA の APEX に関しても前のシーズンとか結構負けてたような気がするんですよね、うん、今シーズンは確か まだ負けてないかな、無敵かな、はい、うん、なのでこう、うん、分からないんですよね、どうなるんだろうって言ったところなんですが、さあそろそろマップ情報を出せるかな、はい、追加でね出していきたいと思います。はい、まずステップ1ですけど、まあ EL はいつもステップ1です、ね、あとちょっと待ってくださいね、あ、前のやったんですね、そうですね、ティームエフィシエンシーの紹介ビデオです。おっと、JP, one of our players, didn't have a passport. I think he was expecting it to get it quickly, and we've just, us being us, we tend to just give each other a bit of stick from time to time, and we've obviously just turned it into you just didn't have any faith in the team. To be fair though, I don't think everyone on the team expected us to be able to get to here.
we're still a very new team. You can see it in our gameplay and how we play as well. We can be very inconsistent, and that just comes down to lack of experience. I would be lying if I said it's not going to affect us. Well, I think we just did the best that we can do, considering we're missing two of our mainstay players. At the same time, the players that we do have here, and the two of them are stand-ins, they do play with us regularly and have played throughout the season. So we should do all right. I mean, we're up against EL, who are the big dog on the block, so we'll do our best. For us to win against EL and then go on to play the actual finals would be pretty amazing. Geelong, it's hands down. They have so much more experience than anyone else in Asia. At the end of the day, I would say they probably train 2 to 3 times as much as anyone else. It would be very tough. Simple as that. At the end, you still need to play against Geelong no matter what. Either you're going to play against them in the semis or finals. They never lost once in the regular season. Fight against Geelong is like almost impossible. Like, if you win against them, there's just like no chance. I'd say we're more surprised we made it this far than proud, but it's, you know, it's a good surprise. I think the goal originally was to stay in the league, and then it turned into, okay, let's finish top six. And then once we were in the top six, then it was, okay, let's get to the offline finals, and now we're at the offline finals and see what we can do. という回す、ビデオでした。はい。なんだかかっこいいビデオ作ってもらってんなーっていう感じですが、はい。どういうことかというと、まあ、倒すのは我々だけど、まあ、前シーズン、こう、不可能と思われているだろう、まあ、EL を倒すのは不可能だろうと思われてるけど、我々はこうね、プライドを持って頑張っていきたいと思ってるっていう、はい。で、実際成し遂げました、Team F 戦士。そうですね。うん。こうね、先ほどね、こう、運営の方から、こう、EL 倒したから、Team F 戦士の応援ビデオ流すよって言って、いきなり連絡があったので、はい。あれだったんだなっていうふうに思いました。はい。そうですね。まあ、T といえばサフィーだと思うんですけど、僕は。サフィーですか。サフィーもね、いろいろと、こう、すごいいい、強いプレイヤーなんですけどね、なかなかこう、いろいろとあって、うん、口悪いんですよね、やつみたいな。そうですね、スイッチとか時々見るんですけど、うん、まあ普段はニコニコしてるんですけど、そう。やはり実装法なんか打たれて。そう、もうね、劣化のごとく起こり出しましたし、ね、まあちょっとなかなか、うん、なかなか面白いパフォーマンスが。そう、そう、ぜひね、こう彼らがね、ツイッチで配信してる時とか、こう眺めてたりすると面白いですよ。そしてね、こう、ぜひね、英語配信の方のチャット欄とかを見るとね、はい、サフィーとかね、マーブとかがこう、英語でコメント書き込んでるんですよね。そうですね、はい、ツイッチの WGL の方は、うん。時々です。そうですね、うん。ゴールドのプレイヤーがちょこちょこ書き込んだり、そう。います。はい。マップの方見ていきましょう。EL がステップバン。ステップバン？ああ、なるほど。最近、Team F 戦士ステップでかなり調子がいいから、ステップ消していこうっていう。で、Team F 戦士はマインズやりたくないよと。まあ、そうですね。マインズは弾いていって。うん、はい。で、EL、ヒメルズバン。あ、ヒメルズピック。ヒメルズピックで、ゴーストターン、Team F 戦士ピック。まあ、うん、ゴーストは勝てる可能性高いです、ね。そうですね。はい。で、Team F 戦士、ムロバンかバン。ムロバンかバンですか。ムロバンかもまあ、マインズと同じように、まあ、EL が結構、やりたいことやってきそうな感じがするので。はい。で、B ゲーム、ダーク、EL が、ちょっと待ってくださいね。プロホロ版、ね。プロホロ版ですか。はい、うん。うん。そして、クリフ・ルインベルグと続きます。クリフですか。はい。うん、さあ、どうなりますか。はい、そろそろね、こう彼らのこの試合の予想が出るんじゃないですか。それに合わせてね、我々もアンケートを割り込ませていきたいと思います。で、先ほどはね、こう日本チームが登場するということで、セット数までかなり細かくね、こう聞いていきましたが、今回はね、シンプルに、おお、なかなか予想出てきましたね。ジョーダン 54EL、アレックス 54EL、マックス 52TMF 戦士。ああ、今度は EL が逆襲するよと、こう踏んでるんですね。さあ、我々もアンケートを取っていきましょう。
ちなみにキッド選手は、いやまあこれはイエルが勝つね。イエルが勝つ。セットカウントどんな感じですか。そうですね、まあヒメルツかゴーストで一つ取って、うん、であとクリフ一つ、はい、なんでまあ5の2じゃないですか。5の2、うーん、はい、といったところでこうね、こうマップの方を出していったんですけど、そうですね、僕もヒメルズ、11、ゴーストタウン11、クリフ11でルインベルグで負けて、53ELじゃないかなっていうところなんだとは思うんですが、さあでもね、心の中では僕 EL じゃなくて TMF 選手応援なんで、はい、さあ視聴者の皆さんはどのような結果を予想しているのか、さあじゃあアンケートを締め切らせていただきます。アンケートの結果表示していきましょう。ドン、はい、こんな感じです。どちらかというとやっぱり若干 TMF 戦士応援組が多いかなっていう。まあですか、これは買ってほしいなっていう、うん、微妙な表現です。そう、微妙な表現です。はい、もう 超ざっくりとした、もうね、こう日本勢じゃないのでね。はい、でこうタイブレーもしかしてタイブレークはね、両者にポイントが入るので、まあまあまあっていうところではあるんですけど、うん、さあこんな結果が出ました。はい、さあ若干ですが、見てる方々は TMFCNC 応援が多い、うん、といったところですか。僕もね、午前中にちょっとねランダムマッチ出たら、こう偶然フォックスと同じ戦場になって、ああ味方でした。ああ良かったです、うん、こうねすごい位置で入り込んでいったな。まあその試合も勝ったんですけどね、こうかわいそうだったのが、こう偵察に来た相手の車両が僕とフォックスが撃った弾が貫通して一瞬にして沈んだっていう、あやっちまったっていう感じでしたね。はい、うん、いややっぱりこう向こうは招待組んでて、完全にもう狙いに来てるなこれはっていう感じだったんですけど、かなり稼がせてもらいました。その時スコーピオン G に乗ってたんですけど、はい、ね、僕とかね EL とかいろんな選手かなりこうランダムマッチ出てますからね、ぜひ皆さんもねランダムマッチだったらこう軽く声かけてみたりすると交流できるかもしれません。はい、はい、ヒメルズドルフ、TMF 選手 VS イエル。キッド選手とかも結構ね、ランダム出てますよね。そうですね。はい。時々声かけていただいて。うん。さあ。はい。EL ゲーミングですが、あと、ちょっと、回線状態がどうなんだ、これ。現在、ちょっと現地からの回線の方が乱れております。回復までしばらくお待ちください。そちらどうですか。そうですね、止まってますね。うん、止まってしまいましたか。うーん、参ったな。はい、どうだろう。まあこれは昨日と同じような、うん、まあセブンと CDC、 それからまあ駆逐が E3 のうまい丸5。そうですね、はい、1枚減らしました。グリレーを減らして 50B、ちょっとヘビーも減らしてバットいいな。はい、回復しないかな。はい、別ソースの方からちょっと拾っていきたいと思います。はい、ドン、はい、回復させました。まだ、接敵はしていないです。はい、赤チーム ELVS 青チームディフェンスの TMFCNC。 さあ E3 がナイス選手、ゼロラインでバレた。さあ準備砲撃が始まっていきます。グラノフスキ選手は 50B、 あ、ナイス選手、これ4005が天板刺さった。おっと、これはいやーすごいとこ抜いてきましたね。そうそう、天板かあるいは
カブで貫通した。いや、天板です。あの、カブ貫通できるところないです。ぶっちゃけ、こうね、4005でぶっちゃけた話すると、僕も基本的に天板貫通を狙います。4005使ってるとき。おそらく、第2砲と、副砲とあたりの根元に入ったんじゃないかなと思われます。はい。うん、さあ、あとやはりこの編成だと読まれて8合の方に置かれてるので、そうですね、きっちりともうこれ塞がれてしまっています、うん、そして実は、南側でバッドチャット2枚も睨み合っていて、はい、こう南側にポジションを変更するのもちょっと難しいかなというところですね。さあ、パーティー選手が次はおそらくこう5ライン入っていって、次の犠牲者は誰だっていう感じですね。はい。いやー、まさかまさかの1800ダメージ。うん、これ頑張って無駄石回答でしょ。そうですね、僕もこうね、4005を使ってセブンを相手に、2000ダメージっていうのを叩き出したことがありますけどね。はい、セブンとかだと結構抜けるんですよね、あれ。さあ、すごい位置でこう打ち合っているサフィーとガンレン。しかし、あんまりこうサフィー、これ、弾使いすぎるとガンレンにそれ見つかされて突っ込まれかねないですからね。ただ、もしかしたら、これね、わざと弾使って降りてこいよっていうふうに促しをしてるのかもしれないですよね、実のところ。まあ、でも残りの車両が全てまあ、北側に寄せてるので、まあ、これ、いかないでしょうね。さあ、完全にゼロラインで封じ込められた形になってしまっている EL ゲーミング、ここからどうやって動いていく。おっと、サフィーがリロードのタイミングを使ってゼロライン外していった。さあ、パーティー選手がスルスルスルっと8ラインまで上がっていった。丘上で一発、丘上から一発撃たれてますか、これ。これはお互い視界の取り合いが。お互い熱いこう強制視界の取り合いですね。さあ、動画の方が復活したみたいなので、ソースの方をちょっと戻してみたいと思います。ちょっと一旦ちょっと、失礼しまして、はい、ソースの方戻りました。おっと、かなり巻き戻ってますか。ちょっと更新さ、そうですね、ちょっと待ってくださいね、失礼しました。もう 今しばらくお待ちください、はい、そうですね、更新したら戻ったかな、はい、さあ、よ、試合時間残り5分という段階なんですが、まだ動けない、両チームともまだ動けないですか。さあ、南の K ラインでスケル選手がブッシュの後ろで降りてくる車両を見ている。こんなところにブッシュがあったんです。うん、ま、ほとんど使わないですけどね、うん、クラウン、あーっと、ゼロラインで動いていった、動いていった。まあやはり、ゼロラインの下の方でなんとかするしかないでしょう。さあ、ここのがれきがともかくめんどくさい。頭だけ出してこれね、視界 IS4 の砲の根元なんですよね、スポットポイントからきっちりと相手がどのように動くのか。あっと、クランバンが降りてきた。ダメージをここで取りたいが、さあ引いて相手を引き込んでいく。さあ、一発入れてった。
そして4マルマルゴーガー、ナイスナイス行ってしまいました。はい、FD5 おっと、4005が同じ4005を沈めていく。さあ、ここからはラッシュ。ガンレン選手も弾が1枚しか一発しか残っていない。打ち切り、きっちりと撃破されていく。おお、はい、あれで乗り越え打ちで、すごいな。ちょっと対抗変えてくるかなと思って。うん、ああ、これじゃあ、はい、チーム FC 選手が勝利いたしました。はい、試合中ね、ちょっと映像の方を途切れましたが、肝心なところは全部映せてたと思います。はい、多分大丈夫。はい、ということで、いいシーンがたくさん見れました。4005が3台吹っ飛ばしましたね。はい、うん、うん、というこう綺麗な4005が見えました。はい、何が一番大きかったかっていうと、やっぱり初段がもうなんか全てを、今の試合全てをなんか物語っていたかなっていう感じだったんですが、いかがですか。うん、そうですね、うん、まあ、あれが貫通してなかったとしても、うん、形的に十分有利だったと思います。はい、4005の配置はこうだったかな。違う、色が違う。はい、はい、じゃあマップの方軽く見ていきましょう。こんな感じです。まず、ここに1枚 E3 が入るというのは、ゼロラインラッシュの、まあ、特徴でもありますよね。はい、ここの E3 っていうのが強制的にここのラインですよね、このラインに入ってくる相手に対して非常に強いプレッシャーを与えていくというのがこの E3、 ここのポイントの E3 です。しかし何が起こったかというと、スポット範囲外の4005の放ったヘッシュがおそらく E3 の天板に直撃貫通、1800ダメージという大ダメージを稼ぎ出しました。はい、このシーンですね。はい、そしてパーティー 2枚目はクランバーンでしたね。1400ぐらい持ってったかな。はい、1700ぐらい持ってきましたか。はい、というね、もう本当にもう4005乗ってたらね、こう気持ちよくなりすぎるんじゃないかっていうぐらいの試合でした。はい、さあ来ました、パーティー戦士4028ダメージ、3発で4028ダメージという、なかなかいい結果になっているのではないでしょうか。はい、フォックス選手の4005とパーティー選手の4005 の、 このダメージ総量の差がもしかしたらチームの勝敗を分けた可能性っていうのはありますよね。うん、うん、そうですね。はい、というわけで、キッド選手が、いろいろと置いてくれたんですが、こういう感じですよね。
はい、4005をね、一発ってどこ行ったかっていうと、内側からこう入ってきましたっけ？ここです。そうです、ここ。まずここで。途中ではこのご覧のところに移動していて、うん。で、やっぱりこう、無理だよということになって、こういう感じで。あ、その後はこっちの8ラインの方から、ここ。そうですね。で、岩盤に打ちましたね。そうですね。まあ、ここで多分一発食らってしまったとは思うんですけど、まあ、それぐらいは問題ないよと。はい。はい、いう感じですか。そうですね。こう、これってランダムマッチでも言えることなんですけど、その自分のその乗ってる車両、まあ僕もよく言われるんですけどね、こう名取さんはもうちょっと自分の乗ってる戦車のなんかの性格を生かして戦いましょうよみたいな感じで言われることあるんですけど、こう、4005の利点っていうのはやっぱりでっかい方じゃないですか。ただそのでっかい方を使うのは一番なんか試合の一番最後の一発だけですっていうのだと困るんですよね。やっぱりこう試合の最初、最初から最後までずっと打ち続けたい。で、打ち続けるととんでもなくダメージが出せる。となるとやっぱりその自分をまずどこにポジションするかっていうのがすごい大事なんですよね。で、そうですね、まあ、やはり後半に取るダメージよりも序盤に取るダメージが同じ量でも、その後の相手の動きを制限できると。そうですね。だから、まずここでパーティー選手が、E3 に放って放った1800ダメージというのがおそらく E ロングのその後の行動というのをかなり制限してしまった。で、もう一発打てるか打てないかということで5ラインから侵入。しかしここからだとちょっと打てないということでまた移動して8ラインに侵入してきちりとクランバーを取り切ったという、はい、こうやってこうちょこちょこ動いてやっぱりダメージを取るというのがすごく重要になってくるんですね。はい、はい、ぜひね、こう皆さんもね、こう乗ってる車両の特性を生かして戦ってほしいなと。そして試合の最後になんかアリバミみたくダメージを取るんじゃなくて、できる限り試合の序盤から最初から最後までダメージを取り続けることがチームのね勝利の鍵となりますので、心がけてみてはいかがでしょうか。はい、はい、そうですね、防衛以上もそんなに変わらない。はい、さあ見ていきましょう。青チーム今度は攻めるティームエフィシエンシー、赤チーム守る EL 赤チームですね。はい、EL 赤チーム、はい、さあ積極的に南に向かって押し出していくブラック選手。あーっと飛んだが、さあどうか。ん、ブラック選手これ後頭後ろ向いてるけど大丈夫かな。これはあっと、ここで接敵。あっと、ブラック選手これ大丈夫か。あ、一方的に1390に撃たれている。あっと、これはもしかして、あった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 。もしかしなくてもおそらく。まあ間違いなく。はい、クライアントが落ちてしまうと、どうなるかというと、ああいうことになります。砲塔がぐるんと後ろを向いて、その時、その、なんだろう、落ちてしまったとき、押していたキーがそのままずっと延々と入力されているという状況になってしまいます。はい。なので、こう、おそらく W キー、前に進むキーを押しっぱなしにしたまま落ちてしまうと、もうね、前に進んだまま、こう、止まらない暴走列車になってしまうんですね。はい。さあ、フォックス選手のグリレも見つかってしまって、一方的に撃たれて、フォーカスを食らってダメージがとんでもないことになっている。これは 50B から。さあ北側でも動きがある。 50B ナイス選手が一方的にダメージを食らっている。はてさて、ん、おっと、あっと、ナイス選手が北側で取られてしまった。やはり両チームともに
今回は見えるゲームが回線が微妙なのかな、ちょっとわからないですけど、はい、そうですね、しかしね、接敵、移動して接敵してしまったので何とも言えないところではあります。さあ4005に、フォックス選手からダメージが入った。しかし、北側の 50B1 枚に対して、さあ 50B のジェットストリームオートローダーたちのジェットストリームアタックが始まった。これはちょっともう何ともできないか。さあ北側を完全に取り切った。さあ113が対応するも、さあグラノフキスキ選手は下がってしまう。さあボハン選手止まって打って、あれハードライナー選手もこれ固まってないか。そうです、ちょっと状況的に何が起こってるんだかわからないが、はい、ガンレン選手は元気に動いているが、プリンシパル選手が囲まれてどうにもならない。あとガンレン選手も捕まった。しかし本当にこう隙間から、あーっと4005、最後はパーティー選手、はい、ということなんですが、ちょっとこれに関しては、裁定がどうなるのかわからないんですが、ちょっと、運営からの説明を待ちたいと思います。はい、あ、明らかにおかしかったです。うん、ちょっと確認してみますね。はい、はい、あ、すいません、キッド選手がなったままでしたね、失礼しました。ちょっと運営からのコメント確認しますのでしばらくお待ちください。はい、運営の裁定が出ました。お伝えします。今の試合は公式です。公式っていうかオフィシャルになりました。リマッチにはなりません。接敵してしまったのが全ての始まりでした。はい、こう向こうからね連絡があったんですけど、おそらく今の試合に関して言うとチームハウスを使っていることに関する一つの、弊害ということを向こうが、運営サイドは言っておりました。はい、そうですね、ただまあ普通に動いてるペアもいたので、そうですね、なんとも、なん、いかんともこう判断しにくい状況ではあったんですが、はい、今の試合はリマッチにはならず正式なものとして認められました。はい、僕も返しておきましょう。はい、ということで、なんとなんと、うん、こういう結果になってしまったんですが、まあ微妙な感じですよね。もにこう なんというかもにょりますよね。まあ、でもそうですね、まあ、T の方も回線の状況悪い中やってるので、そうですね、こうあまりこうやっぱりオンラインゲームのという側面をなんか如実に体現してしまったなっていう。はい、うん、もうそういう時はあれですね、こうもやっとボールをたくさん投げればいいと思います。はい、はい、まあ、いや、決めるズで2つ取って、わからないですね、これこうね、言えるちょっと昨日の回戦とか、あと今朝もやっぱりこう僕のオーストラリアのフレンズがですね、こうワールドオブタンクがすごくパケットロッ
ね、パケットロスを起こしててまともにプレーできないんだ、どうしたんだよこれっていうことをこう言ってたので、そういえば昨日の夜も確かアジアさんも落ちてました、うん、そうですね、もしかしたらあの リブートっていうのはそのパケットロスに対応したリブートだったのかもしれないんですけど、そういうことをこう口走ってたオーストラリアのフレンズが言って、ああ今日も TV まずいんじゃないかなっていうことだったんですけど、今のところは逆になんかね EL の方に悪影響がっていう、はい、見てください、ハードライナー選手、ナイス選手、そして、うん、ブラック選手がゼロチンという、うん、はい、ということでなんとヒメルズで2つっていう、そうですね、まあ、ゴースター片方取れる可能性が高いと思うので。はい。うん。といったところで。まあ、その後クリフも、おそらく防衛で取れると思うので。うん、はい。なので。本来はまあ、ルインで2つ負けたとしても。うん。チームエフィシエンシーが、もう有利になってきてますね。ハイブレイクまで行きそう。はい。ちょっと今の試合はマップで解説っていうようななんかこともできない感じですよね、正直固まってしまった車両が何両もいるっていう、はい、まあ EL はいつもの形でしたが、そうですね、南に押し出していくという形でしたね、はい、足の速い車両、まあこの南に押し出していくというコンセプトは、このポジションですね、このポジションを相手に取り切られると非常に強い怖いということで、そこを削っ、そのパターンを削っていくんですよね、このポジションですね、うん、まあというよりはまあ北キャブの方に来られた時に、そうですね、まあ、南から回しやすくするという、はい、そして、北キャブにされた時に、そうですね、あの南から回す、まあ、その B ラインの方から、はい、まあ、当て返すのではなく、まあ、南の方から囲めるようにしやすいという意味で、はい、まあ、その西側に陣取って、そうですね、こういう感じで、反転をして、相手を囲っていこうという、うん、そうですね、はいはい、こういう感じで相手のいる位置っていうのをこう限定させていこうというのが南側の、スタートですよね、はい、はい、この位置のキャップにしてもこの位置のキャップにしてもこっち側からっていうのは非常に切りに行くのは非常に厳しいんですよね、そうですね、はい、こっち側からですよね、はい、なので、うん、どちらかというとこう南側からこちら側からカットしたいで、こちら側からカットしたいというのが、この 南のこう広く取る防衛タクティクスの、まあ、特徴なんですよね、特徴というか利点なんですよね、はい、まあ、あるいは、うん、まあ、この北側のところは A の5に、うん、車両を伏せておくと、はい、ここの建物のところに貼り付けている、まあ、アイス砲なんかの無駄にして切る、うん、ただで、まあ、南側の方は、まあ、このアイス砲の、はい、榴弾だったりとかいう感じです、うん、ただ問題が一つあって、うん、こことかここに1台割いてしまうとこっち側に送る戦力がかなり少なくなってしまうというのがあるんですよね、だから結構残さないんじゃないですかね、うん、南側に行く場合は多分残してここだったかな、うん、うん、難しいんですよね、この北側のキャップを対抗するためにじゃあ最初からこことここに1枚割くかって言われたら、うん、うーんっていう感じになるんですよね、まあそれからまあ7と CDC のキャップだったりとか、うん、まあ、一番決まる倒してとか、まあ、無理やりこのキャップをやろうとした時にまあここに1枚車両を割いてたとしても対応しきれるかというと微妙なので、そうですね、まあそれなら最初からまあ回してしまった方がいいか、うん、
まあ、そうすることで、まあ、こう1ライン、1、2ラインの方のギャップの対策にもなるので。そうですね。というのが南、推しですよね。はい、ですが、まあ、さっきのように、まあ、明らかに口が多くて、まあ、駆逐だったりとか、まあ、CDC とセブンが見えたりとかで、まあ、ゼロラインに来るだろうなというのは予測される場合は、まあ、最初からこの7、8ラインの方の下の方に陣取ってしまうという。そうですね。はい、先ほど1戦目の EL の試合に関して言うと、まあ、E3 グリレー、そして4005かなという3枚の大きい TD がいた。はい、で、今日はグリレーはいなかったですか？グリレーは、攻めはグリレーがいなかったか。そうですね。はい。そういう場合は、おそらくなんですが、まあ、こういう形で相手は TD を置きたがるだろう。で、こういう射線を通してくるだろうっていうふうに読むんですよね。で、まあ、その後、まあ、CDC とセブンを下ろしてくるだろうというところで、はい、まあ、それなら最初から。だとしたら、ここら辺に陣取って、こういう射線を出していこうと。そうです、まあ、あるいはもう、この子に強く、まあ、そうですね。最初から豚の背覗いておく形にして、うん、まあ、入ってきた瞬間にも打ってしまう。そうですね。はい。それでは、次の試合の準備ができた模様です。EL の回線状況は大丈夫なのか、それとも、TMF 戦士がこのまま、この調子のまま乗り切ってしまうのか、非常に、重要な一戦、ターニングポイントとなるのではないでしょうか。はい。はい、TMF 戦士 VSEL、ゴーストタウンの試合です。さあ赤チーム EL、今度は大丈夫か。大丈夫そうですね。はい、やっぱり EL は南北に広く仕掛けていきます、うん、そうですね。ただこれだとキャプニール車両が、まあ、セブンとバッテリー、しかしガンレン選手またこれはすごいところにいますね。これは何のために、うん、これは建物の間ですか。建物の間ですね。狙ってますね。さあハードライナー選手をキャップゾーンに入れていくか、うん、そうですね。セブンでキャップ、うん、セブンでキャップをしていきます。さあ UDS は1回登山失敗している。さあ2回目の登山成功するかどうか。さあワイプで抜いていきます。ケル選手、さあリタイ傷ついていますが2回目なんとか山登りに成功。さあしっかりとポジションを取りに行きます。さあガンレン選手がおっと引っかかってダメージを取られてしまっていますが、逆に南側で謎の打ち合いがスタートしている。マーブ選手、サフィー選手、さあマーブ選手は慌てて逃げていくがダメージを取り切られてしまう。さあ家の角でから角できっちりと車線を隠していった。しかしマーブ選手3発はちょっと大きすぎましたね。コースにしっかり後ろに50秒置いてます。はい、TMF 選手も 50B、数がいるの。あっとサフィー選手が今度は取られてしまっている。プリンシパル選手もすごいところを覗いている。うん、セブンがちょっと見えない。はい、セブンは今ようやっと見えましたね。ああ見えましたね。はい、榴弾ですね。はい、キャップカットには成功。ただこれはちょっと南に回したのが無駄になってしまう。そうですね、南に回した部隊がかなりダメージを負ってしまったという状況からスタートです。なのでかなり今のところは、EL 有利という状況ですね。さあ、いやー UDS 狙ってダメージ与えてきますね。今の貫通しましたね。当然車体が見えれば。はい、これね知っていますか。はい、またねこう今のはあこう冗談じゃなくてアレックスでしたね。アレックスのこう知っていますかという豆知識。はい、50B の 120mm キャノンというのは IS-3 の装甲を撃ち抜くために開発されたものですという。はい。その、おっと、そんな無駄かわからない、こう、謎知識を語っているうちに1台落とされてしまった。はい。うん。はい。おっと、マップ中央でいきなり勝ち合ったぞ。さあ、どうなる。
サフィーのバットチャットは落とされて、マーブのバットチャットも落とされる。 50B ガンレン大暴れしているが、さあここからどうなる。 HP の削れた車両落とせましたが、ちょっと UDS ちょっとこれは、うん、はい、広く回られているところに広く当たってそうですね。あっと使い切ったところにパーティーがここからこうペイバックタイムっていう感じで突っ込んでいきますね、うん、あのフックショット決まるのか、すごいな。あのドラッグショット決められたらどうしようもないよっていう感じにはなりますけど、さあの3両対、2、4、5両ですか。あーっと 50B に7を沈められてしまう。フォックスが上北から回り込むも逆に E100 に一発750食らってしまう。あーっとナイス選手の 50B もやられてしまった。フォックスのグリレのみとなってしまう。この状況もう万策尽きたか。さすがにちょっとこれは無理やりやってようとしすぎた。あとラムだけどラムで仕留めきれなかったが、最後 E100 で仕留めきった。はい、という TMF 戦士がなんと3連勝。誰も予想してなかったと思うこの3連勝。はい、やっぱ2戦目のあの回戦落ちが響いてる可能性が大ですかね。はい、なんかいつもの EL らしいキレがなかったですね。そうですね、ちょっと当て方がダズだったような、いや最初こうゴーストタウンの南ですごいアドバンテージ取ったじゃないですか、うん、ああこれこうね、はい、EL イージーゲームだなと僕思ったんですよ、はい、うん、ところが、まあ、E100 がポジションついてキャップが切れるようになってからちょっと EL が勝ちに急いだ可能性っていうのがあるのかな、うん、ともかくこう南に回してたオートローダー軍団が北の方に移動し始めたのかな。こんな感じだったのがこう行き始めたのかな。ここで第一のつまずきがあったような気が。はい、さあリプレイの方があるみたいですね。見ていきましょう。そうですね、車両を固めるわけでもなく結構広く当たっていった、うん、まあそれは普通に対応されたという。そうですね、はい、マップの方を軽く出していきましょう。まあ進行方向的にはこんな感じだったと思うんですが、いろんなところに車両が散っていました。オートローダーはオートローダー、その他の車両はその他の車両ということで、いろんなポジションに広く場所を取っていたEロングなんですが、すべての箇所でほぼ同時に戦線が動き出してしまって、うん、どの戦線も連携が取れない状態のまま、ある車両は引き込まれ、ある車両は一方的にやられてっていう、どんどんマイナスマイナスみたいな感じになっていったんですよね。結局のところこの南のグループもここに引き込まれてやられてしまう、 UDS にこうダメージを取り続けられるという展開が続いてしまいました。はい、そう、うん、確かに E100 を用して E100 や IS4 を有していた TMF シェンシーのこの5ラインの守りに対してここから素直に当てるというのはまあ難しかったとは思います。なので南から徐々にね相手にダメージを蓄積させていきたいという動きっていうのはタクティクスとして何も間違ったところはないんですが、実はもうそれは完全に TMF シェンシーが誘発させていた、うん、はい、南から動き出すであろう戦線に対し相手の車両に対してきっちりとダメージを与えつつ
北へどんどん誘引していったと。はい。で、最終的に。それから、まあ、キャプテン入ってたセブンと後ろのグリエがあまり使えなかった。そうですね。はい。というところで、やっぱりこう、北のキャップセブン1枚だと、もう UDS1 枚でもう切り切られてしまうので、もうどうしようもないということで、結局下げてしまった。で、合流させてみたものの、その頃には南のグループがどんどんこう引き込まれて、撃たれてという悪循環になっていたと。はい。こういう展開になるか。あーっと、次の試合、車両の選択終わったみたいですね。ついに EL がこういうピックできたか。今まで EL っていうのはこのアジアサーバーではどちらかというとこう E100 のような硬い車両というのを嫌って 50B クランバンとかを使って攻めてくる、うん、足を使って攻めてくるタイプのチームだったんですが、今回 EL はなんと E102 枚を、多分ゴーストタウンで E100 使うの初じゃないですか EL。 さあ積極的にバット AP2 枚を南に対する視界取りに動かしていきます EL。しかしこの体勢だと、うん、UDS がいないので北にキャップに入られた際のあと、うん、50B 通行料もらってしまった。そうね、辛い車両前の前だっていうので南から回ればいいということでしょう、うん、というふうにおそらく EL は思ってるのではないかといったところから試合の方を動き出しました。はい、あーっとスケル選手のバット AP にとんでもないダメージが。さあ南に 50B が見えたということで、これ一気に、はい、ちょっと脇に那个没有弹，还有三十多秒。他在放点血，钢丝交修了，会打我的，会打我的。他我尽量跑了吧。没事没事没事，一百顶起来了。はい、という、EL のチームチャットでした。とんでもなくこう騒がしかったですね。フォックスの声うるさとか思ったんですけど。はい。うまいこと決まりましたね。はい。全車両撃破で EL が、あ、失礼しました。かなりこう、あれしましたね。こう、フライングしましたね。はい。フライングしましたが、はい。今、全車両撃破で EL が勝利いたしました。はい。うん、いやー、すごいこうね、チーム内チャットが激しかったですね。もうカバーしろカバーしろとか、あれ狙いあれ狙いっていうこう怒号みたいな声が響いておりました。はい。今回、完全にこう攻める車両と守る車両という形で、二分してきた、EL ですが、こんな感じだったかな。はい、マップの方をポンと出していきましょう。1枚
はい、全ての始まりがこう南に置いていたバット AP1 枚がすっ飛ばされた瞬間から始まっちゃったなっていう感じでしたね。B ゲーミング、TBF 戦士の方も対応は早かったんですけど、それ以上それを上回る、EL のツッコミが炸裂しました。はい、リプレイの方が流れるみたいです。見ていきましょう。もうこれちょっとね、完全に試合の方決着がつきそうな段階なんですが、はい、最後残った AP の撃破シーンですね。はい、うん、うん、はい、こんな感じです。マップの配置だとこんな感じでしたか。はい、どういうことが起こったのかなんとなく説明していきたいと思います。はい、こうセブンがまずキャップに入る、というのも、なんでこのセブンがキャップに入るというなんで入るかというと、北側にまず車両も見えない、そしてこう丘に登るであろう UDS で相手をピックしていない、おそらく北側のキャップに対してはそこまで警戒が強くないと思われるということで、スルスルスルと入ってきました。はい、それに対して、EL なんですが、まず E100 をこう素直にまっすぐ進ませましたね。はい、そしてバット AP 軍団を真ん中を通してここですね、かなり、センタープッシュしていきました。そしてオートローダー軍団が、こうですね、こういうルートで南に進んできました、うん、もうやったるデー感満載のこう動きをしてますよね。はい、そうですね。それに対して、はい、あんまり、この中央を強く見てないにもかかわらず、まあ、バッテリーピューターを出してたので、そうですね。はい、試合が動いたのが、ここのバットチャットかな、ここのバット AP が、見つかった、ここの AP に見つかった瞬間にすっ飛ばされます。はい、バット AP は南の方に出してます。で、ね、後ろにいたのは 50B でした。50B でした。あーはーはーはー、こっちのバット AP ですか。こっちのバット AP が見つかった瞬間に、ここの3台から打ち捨てられてすっ飛ばされます。その瞬間から、試合の方はスタートしました。うわ、相手は南の方に 50B がたくさんいるぞということで、北に慌てて寄せていった、EL。あ、EL じゃない、TMFC。中央の方に出ていきました。はい。で、セブンも合流してだったんですが。そうですね。はい。一気にこういう形で当てに行きました。それに対して、EL は、もう E100 でここはもう耐えろと。その他の車両が、こう、裏に回り込むまで、まあ、時間を稼げという感じでしたね。はい。はい、結局のところは、最後はここで大乱戦が起こって、まあ、最終的には、やっぱり先手を取った EL が勝利いたしました、うん、はい、EL はね、ゲーミングハウスで、同じ共同生活をしながらこうワールドオブタンクスを頑張ろうというチームですからね。はい、さあ次のマップはクリフです。さあどうなりますでしょうか。編成的にはほぼ変わらないんですが、54ライトウェイトを使ってくる EL、 それに対して T4 級の TMFCNC、 どのような使い方。そうですね、防衛でバット、はい、 TVP なしなんですが、おっとおっと、試合がまだ始まらないか。準備が終わりますまでしばらくお待ちください。まあクリフだしねっていう、アタッククリフはもうポジションが開発され尽くされてしまって、本当にディフェンスがやりやすいマップで、アタックがもうとことん難しいマップという形になってしまいました。はい、
というわけで、こうですね。はい、なんかね、斜め向いたこう絵文字みたいな感じになっていますが、はい、このディフェンスの三角形をどのように崩していくかっていうのが、このマップの勝敗を分けると思います、うん、ここの頂点のうちどれか一つでも潰すことができたらそこからディフェンスというのは崩せると思うんですが、はい、ぜひね、こうクリフ、ランダムマップでもよく出てくるマップですからね。ランダムマップだとどうですかね。まずここでの争い。ここまずは中央。まずは中央で。ここでの争い、ね。もし足の速い車両が片方にいた場合は、もう登ってくる段階で辛いことになると、うん。そうですね。そしてここですよね。はい、そうです、ね、まあここでの争いですよね。はい、道はなかなか。まあこっちは自走車でも、はい、通るし。そうですね。うん、まあ先にこの辺りに後ろの車両が待ち構えてからだと、まあ入っていくのが行きづらい。そうですね。僕、結構足の速い車両だった場合、ここを先に取りたいんですよね。はい。うん、ここって結構、なんだろう、収支が合わないことの方が多いじゃないですか。そうです、うん、どっちにしろ先に接敵して結構撃たれてしまう可能性の方が高いということで、本当になんか一番足が速いときは山登りっていうのを目指したりするんですが、ミディアムタンクとかだと、まあワンチャンこっちの方の方が迂闊な相手とかがいるとダメージ取りやすいんですよね、実は、うん、そうですね、ここを取り切ることで こっちの山の中腹にへばりついてる相手っていうのを後ろから撃つことが、横脇から撃つことができるっていう。なんでまあせっかく真ん中を取っても、まあ西側から秋だと、まあ、こっちからわざわざ撃たれて、そうですね。まあ下がらざるを得なくなる。はい。で、うん、こっち側に相手の車両が集中したら、もう閉めたものをもう山に登ってしまって、あとはもう上からのシューティングゲームがスタートするという。はい。そうですね。なので、攻防で大事なのは、こことここの戦いがまず、重要だよということを覚えていただければ、うん、そのやり取りと、はい、まあその後に今丘に登りだったりとか、まあ東側から回るそうですね、というところ、はい、さっきもこうね4005のヒメルズの説明の時に言ったんですけど、延々とここに溜まってる TD ってよくランダムマッチでいるじゃないですか、うん、そうです、まあ、それはちょっと勘弁してほしい、ほぼ意味ないですからねこうすごいことを言ってしまっていますが、はい、ここに延々と居持ってるだけだと絶対勝てないんですよ。なのでまあスナイプがしたい場合、この上に登った後ろにいてほしい、うん、僕このマップで4005だとまずここに入るんですよねこことかここにそこです、うん、結構攻めますよ。一発食らってもいいから相手に一発入れてやるっていう、はい、でその後こう相手が来そうになかった場合はこうセンターを打てるポジションに移動するんですよね。こっちだったり真ん中だったり、あ、動き出しましたか。はい、さあ見ていきましょう。赤チームディフェンス側の EL に対して、青チーム攻め側のティム FCNC、 さあリーチをかけていくことができるのか、それとも、EL がここでまた取り返すのか。さあお互いの車両が見合ってセンターで見合ってどうなるか、グラノフスキ選手が、第2登山ルートを使って南側から登山を開始。いやミスなく上がっていきますね。まあここはかなり練習してるじゃん、うん、さあしかし見られてしまう、見られてしまうイコール真ん中にいる、うん、さあスケル選手がしきりに2ライン側3ライン側を気にする。プリンシパル選手がポジションに入れるかどうか、まずは一旦降りる。
T4 級のブラインドの音が響き当たりましたね。そうですね、この辺じゃちょっとラッシュされそうなんで怖いですけど、まあもしラッシュを受けたとしても、あっと54ライトウェイトナイス選手に対してブラインドがさぶっ刺さった。あっとフォックス選手フォーカスを受けた上にダイヤ故障症、そのまま落とされてしまうのか。落ちない。ああこれ登ろうとしたところか。そうですね、登ろうとしたところを打ち捨てられてしまったか、うん、いや。そうですね、これは、うん、打てる場所にしたらお金を置いてます。そうですね、うん、そうですね、ここからまあこの辺り北側と違って下から登ることはできないんですか。はい、まあ、開幕で入れれば。そうですね、開幕で入れるとこのポジションとてもとても美味しいポジションですので、まあぜひね皆さん覚えていっていただければ。まあそんなにこう使い勝手のいいポジションかと言われたら微妙なところなんですけどね。あっとフォックス選手 A5 の山登りに苦戦している。ここはそんな難しくないはずですが、ねえ、まあなんとか成功いきました、うん、まあ HP が消されたので。そうですね、後ろに置くのは正解、うん、後ろで砲台代わりになっておけということですね、うん、さあクワイエット選手にもダメージが入る。あっとセンターでいきなり大ダメージ、うん、そうですね、これはエフィシェンシー、うん、かなりこう準備してきたか。さあハードライナー選手ブラック選手が北側の山にへばりつく。さあガンレン選手に対してアタックをかけた感じになっているか。さあしかししっかりと JT 選手に対してフォーカスが入っていく。ちょっとこのアタックは無謀だったか。しかしガンレン選手に対してもダメージが入っていく。さあブラック選手が動き出す。さあブラック選手が飛び出していった。あーっと先に取られてしまったのはブラック選手の方。ガンレン選手ここで打ち切りリロード。あーっとボハン選手がダメージ。しかしプリンシパル選手にもダメージが入っているのでそこまで惜しくはない。さあ T4 級に対してゴールライトウェイトが詰めていく。さあ詰めろ。あーっとダメージ取りきれないか。これは逆にイエルが押せ押せの展開か。さあパーティー選手の5051の出来次第で全てが決まってしまいそうだぞ。スケル選手リロードが終わらないか。うん、これがね T4 級の弱点です。さあ T4 級の枷が外れたということで、あっと今度はパーティー選手にフォーカスが入っていく。あまりこの距離でうかうかしてるとフォックス選手の砲台から球をたくさん受けてしまう。あとサフィー選手が邪魔ずり落ちてしまったか。そうですね、まあせっかく、うん、せっかく削った車両ですけど、まあ、あっとサフィー選手がひっくり返ってしまっている。さあこれサフィー選手を30秒以内に、うん、あっとやっちまった。これは謎の光景。あっちゃうん、これはなんかね今週のリプレイですね。はい、さあグラノフスキ選手もひっくり返ってるのでさようなら。こうね、はい、うん、まあこういうこともあるよね。ちょっとポジションを取られてたので厳しかったです、うん、
ただ TMF 選手はねこう詰めに行ってあこうね勝負をかけた結果がこうなってしまったってだけで、そうですね、まあ EL 側が思ったより東の方に車両を置いてたので、うん、うん、でもそんなに悪くなかったと思う。そう、マーブ選手からしてみたら何やってんだよっていう感じでしょうね、これも本当に、うん、さあ見つかってしまった。はい、そうですね、 裏のルートからあの東大の方を登ってる途中だったので強くなかったと思いますが、うん、まあ西の方に車両全然置いてなかったので、ちょっとねこう英語本配信でね頭抱えた2人がこう映ってるんですが、はい、我々もねこう頭抱えた方が良かったんですかね、もうもうしょうがもう本当にこうねしょうがねえなっていう感じだったんですよね。はい、非常にこうねこの試合あ TMF 戦士諸田でっていう感じになったんですよね。完全に途中までの打ち合いは TMF 戦士の方が有利でした。うん、そうですね、ただうん、まあ、東間っていうところに行くのはちょっと厳しかった。うん、ガンレン選手のポジションもうちょっとね多分西に、そうですね、あの位置は東来た時の対応するために今入れておく場所です。うん、西にいるんじゃないかっていうおそらく予想をしてたんだと思います。ところがどっこい、そうですね、ポジションちょっと出していきましょうか。マップをポン。はい、このポジントですね。はい、ちょうど、TMF 戦士なんですがおそらく、山から叩き落とした車両がおそらくこう北側にへばりついてるだろうと、この2両に対してまずはこう俺たちから仕掛けて落としに行こうぜということで TMF 戦士はこういうルートで進軍していきました。ところが、そこにいたガンレン選手、そこにこう隠れていたガンレン選手が待っていましたとばかりにこう逆に突っ込んで撃破していくと。まあこうね、神の目持ってる我々からしてると何やってたかお前らっていう感じなんですけど、一気にダメージ取られて沈められてしまいました。はい、このシーンですね、ちょうど。はい、JT 選手が突っ込んでいったんですが、 JT 選手マーブ選手いったんですが、残念なことにこうやられてしまう展開に。はい、 JT 選手、まあ、ちょっと車両数がこれだけこっちに咲いてるとは思わなかった。そうですね、はい、まあ、普通に考えればこの辺りもあるいはそれか中央の方にもうちょっといるかなと思うところですが、まあ、うん、悪く、そして東の方にまとめていって、まあ、後ろに向いた。そしてサフィーがすっ転がる、そしてそれを助けに行こうとしたグラノフスキ選手もすっ転がる。はい、2人並んでひっくり返るもうなんだろうっていう光景ですよね、これ。はい、もうなんていうかね、これね、あ、今週のリプレイ決定ですわ。はい、多分これ、まあ、このリプレイが、ね、どの WGL でも流されてこういうことがありましたみたいな感じでみんなの晒し者になるという、悲しいです。はい、絶対今週のリプレイナンバーワンです。はい、そしてね、もう一つ今日もうすごいこう注目興味深い一戦がありました。ここの T54 ライトウェイト VS ここの T49。 はい、うん、まあ正直に言います、1対1だと絶対 T49 は54ライトウェイトに勝てないです。もう非常にこう悲しいことをまず最初に宣言します。まあ、最初に一発入れてたんですけど、うん、それでも運よくヒートが貫通して勝てる可能性っていうのは初段の一発ヒートを込めていて、そのヒートが貫通するか、初段の一発の榴弾が相手の離体を弾き飛ばした上に半分以上のヒットポイントを削り切った時だけ勝てます。はい、それ以外は基本的には54ライトウェイトに T49 は勝てないです。悲しい話です。はい、そうですね、まあそれがラムでも不利です。ん、あの体当たりの場合も、まあ、ライトの方が、そうです、54ライトウェイトの方が強いです。T49 ってね、こう
空挺車両としてアメリカ軍が開発した車両で、アルミ製でこうスッカスカです、軽いです。なので、ね、54をね軽くしたとは言っても、元が54戦車の54ライトウェイト、重さで絶対勝てるわけがないっていう、はい。そうですね、なんでまあこの場合は結果論ですけど、まあ2戦一旦切っていればそうですね、はい。さあ2戦目始まりました。セットカウント3対2まで、こじれつつありますが、ここでイーロングは、イーロングはこうね、タイに戻しておきたいですし、ティーム FC 選手はここでも落とすわけにはいかない、うん。さあボハン選手がポジション取れるか、取り切れるか。あとナイス選手にダメージが刺さっていった、で追い落としていった。まずはこれは初手としてはグッドですね、はい。初手はまず成功といったところか。さあ JT 選手がそろりそろりと山登り、あっとハードライナー選手山登り失敗、ブラック選手は成功。JT 選手発見されたので山登り中止しましたか。そうですね、これは裏から1枚登らせてるのかな。そうですね、グラノフスキ選手が、北側登山ルートを使って登山してますね。ただ北側登山ルートの残念なところとはところで、若干時間がやっぱりかかってしまうということで、そうですね、ちょっと難しいので、はい、うん。あ、グラノフスキ選手はもうわざと登らせないかな。いやそれでもやっぱり登らせに行きますね。マーブ選手も登るの成功しましたね。そうですね、はい。さあブラック選手と勝負か。そうですね、これで山が確保できたので、まあ西の車両を少し下げて、さあいろんな箇所がピコピコと光ってるという音が聞こえてくるのですが、あとマーブ選手ブラック選手に一発食らってしまう。あとイーロングが、イエルが動き出した。車両を1ラインの方に集めていく、うん。そうですね、上に2枚乗せたので、まあこれで十分だろうと。そうですね、次はまあ西を取る。さあクワイト選手がバレて、あっと榴弾刺さっていく、400ダメージ。さあ T49 はささっと撃った後逃げてダメージを負わない。さあ1、2ラインで相手が突っ込んでくるのが判別ついた。ここからティーメン選手どうやって守っていくか。スケル選手は徐々にポジションを北へとずらしていく。さあ2発目食らってしまう。あっとバットチャットが追い詰めにいった。3発目で撃破されてしまった。1ラインの攻防は EL に軍配が上がる。さあマーブ選手がダメージを受けてしまっているが、さあ、あ、しかし山頂ではブラック選手を落とすことに成功した、うん。さあ JT 選手が南までぐるっと回っている。サフィー選手を落としに来るであろう車両に対してどのように当てていくか。さあマーブ選手のヒットポイントが怪しいが、 JT 選手はリロードをして同時に2も上がりましたが、まあ、ダメージもらいました。はい。さあ、ね、左下の方でハッピータンキングというコメントが出ております。ジョーダンのコメントが出ておりますが、まあ、JT 選手が基本的に今シーズン
アベレージダメージ2200というとても大きいダメージを稼いでいるという。ただこれ以上はちょっと攻めない。EL もこれ以上の攻め手が若干なくなってきつつある。またやっぱり車両を1ラインの方に下ろしていく、攻め手は1ラインにありといったところか。しかしさあハードライナー選手も発見はされる。あっと動いていく動いていく。ボハン選手のポイントを倒しに来たか。さあ一気に車両が動いていく。クワイト選手、あっと2発目も食らってしまう。パーティー選手はこれで、お役御免とばかりに下がっていく。ただこれだけ車両を見せればそうですね、こっちの東大の方が厳しくなる。あっとハードライナー選手ここでリタイを切られていく。さあ一気に追い込みがかけられていく。さあサフィー選手今回はこけずに降り切ることに成功。はいはい、そうですね、これで完全に東側取り、はい、ボハン選手が落とされたとはいえ完全に高台部分を制圧しているので下から登ってくる相手に対しては一方的にパーティー選手が対応できる状況。そうですね、 HP はお互いに削り合ったんですが、まあ、ポジションは完全に防衛側がキープしたもの、はい、あとはグラノフスキ選手がうまいポイントを確認、北から侵入されるのをすごく警戒してますね。いやーパーティー選手が地味に削っていく。フォックスを削っていく。あっと最後の球当てられなかったか。フォックス選手はこうねサフィー球がなかったサフィーを落としたかったところだが、あっと顔面選手登ったところを撃墜。一応ね、A ラインから5ライン、横断登れるルートあるんですが、きっちりとそこに注意をフォーカスされていた。さあヒットポイントが残ってる JT 選手が縦横無尽に動いていく。さあ JT 選手バレてしまうが、どこからバレたんだろう。さあ打ってきたナイス選手はバレずに砲撃。さあ狙うとすればフォックスあたりのヒットポイントの失っているバットチャットあたりを落とせればちょうどいい。さあ JT 選手もうブラインドでお構いなしにぶち込んでいく。球が飛んできてナイス選手驚いたか。さあ残り時間3分を切ってもう2分台2分も前半となってしまっていますが、うまいことダメージを取られてティーム FCNC に対する有効な攻めの手段が見つからない EL。 さあティーム FCNC がこのままクリフでリエチをかけるのか。ここからきついでしょうね EL。 もう、これは無理かな、はい、何しろバットチャットがフルで1枚残ってるのが本当に大きいですね。あっとプリンシパル選手が山登りするもグラノフスキ選手を無理やり落としに行ったんですが、これ1分半粘られて終わるような気がしますけどね。グラノフスキ選手も、球を受けにくいポジションに移動してますね、はい、もう見えるのって本当に何だろう、観測器ぐらいしか見えないぞっていうところでこう打ち合いするんですよね。これはね完全にこうグラノフスキ選手も分かってて、こう打たれないところにいればもうこのゲーム勝ちだっていう感じなんですよね。あっとプリンシパル選手隙を見せたらこうやって打たれる。グラノフスキ選手いやらしいですね本当に。もうこれこうポジション変えてどうしようかって言ったらその隙をついて2発、これグラノフスキ選手一発受けてもいいから落としに行きますよね。まあただこれはやはり
やれることはやったという感じ。ああ、もう逃げますね。あ、リロード入れて、うん、そうですね、攻撃側の限界点ですか。はい、さあ試合終了しました、セットカウント4-2で、チーム FC エンシーがリーチをかけました。はい、はい、いやー、長引きましたけどね、結局のところはやっぱり守り固いよっていう、うん、最終的にはこの A2C5 台かな。はい、はい、見ていきましょう。マップをポンと出していきましょう。はい、終盤は TVP がこの辺りの岩のところで1枚 JT のバットが南の方、うん、あ、この辺までと JT のこうあれですね、バットがすごいこう生き生きと動いてましたね。でバット中央品種が1枚、そうですね、はい、ここで打ってバレたやつ、そうですね、あとは、こっちからこっちから進んだやつですよね、ガンレンですよね、はい、うん、うん、もうすごいことを言ってしまうと、まあ、ディフェンスラインの話をしてしまうと、こんな感じですよね、こんな感じでディフェンスラインを敷かれてしまった。はい、おっとリプレイ出ますか。さあここね、スケル選手一方的にやられてしまうわけなんですが、 1-2 ラインへ、うん、うん、こう先に警戒をすることができたということで、かなりこれは岡上を東大のところを押すときに、まあ、裏側に回って、うん、後ろに下がってされを打つというのがうまかったです。そうですね、はい、ハードライナー選手はここで落とされる。でガンレン選手もここひどかったですね、あっという間に落とされてしまいました。はい、普通にこうね道を使って登ろうとするとどうにもならないので、はい、こう違うルートから山登り、横断しようとしたらあっという間に打たれてしまったという、うん、それまああの位置はでもなんとかしないと、うん、下のキャップにも乗せられないので、ここのねボハン選手に対して、こういう動きで、対処することには成功しました。はい、こういう動きで対処することには成功しました。はい、ちょっとかなりね地震の方と関東の方地震発見しておりまして、はい、こう、うん、揺れておりますが、はい、ワールドオブタンクスは続いております。はい、こう僕揺れてないですよ。はい、大丈夫です。胸も揺れてないですからね。はい。はい、はい、ここのボハン選手がやられてしまうんですけど。ここを、ね、取り切られる代わりに、じゃあ ここのマイナスをどこかで取り返さなきゃいけないということで、ここを取り返すんですよね。その判断がすごく早かったですよね。はい、そうですね、うん、まあ、東が様子見てたバットがまあ回って、うん、まあ、東大の上を押して、まあ、下に下がったところを下がる。そうですね。で、この、こういうへこんだ形の、戦線が、はい、こういうまっすぐのラインになったんですよね、完全に。はい、そうです、うん、でまあこの状況でまあさらに防衛がここの山まで取れるとまあすごい硬いんですが、まあそれさせないために中央に先に、そうですね、はい、出てましたが、もう HP 的に、うん、どうにもならなかったですね。はい、はい、でこうもう一つの手段として、なんとかねイエル側も取り返そうということで、南側から山登りをさせていきました。うん、うん、まあ、ただあれはもう時間があったでしょう。そうですね、ちょっと厳しかったですね、うん、はい、それ以上詰めない、うん、はい
とまあ、Team FC選手がこれでリーチ、最後の。やはり、ゴーヤー硬かったですね。はい。これで、少なくともタイブレイク。ルインベルクで一つでも取れば、TMF 選手の勝利です。はい。ね、これ、山取った方がね、有利かっていうと、そんなことないんですよ。山取っても相手にこう対処されると、どうにもならない状況っていうのは出てきますからね。はい。はい、さあ、準備できましたか。おっと、EL がついに、こう、軽量編成、やめてきましたね、なんか、うん。マウス2枚、セブン2枚、バットバットバットエ、バット1枚、バットエピ2枚。ついに、こう、EL が重い編成に手を出してきたかっていう感じですね。今までは、こう、どっちかというと 50B や113等々の速い車両を使って相手をかき回して、勝つというスタイルを多用していた EL なんですが、Team F 選手に対してはもうなりふり構わずもう全部見せていくよっていう感じですね、うん、さあ見ていきましょう。ルインベルグ Team F 選手 VS EL ゲーミング、さあ見ていきましょう。守り側青チーム Team F 選手に対して赤チーム攻め側 EL、 あーはい、EL どのように攻めていくのか。もうすでに、北側ラインで接敵が始まっている。さあ北側にマウスを寄せている EL だが、うん、まあそれは対策として、はい、サーフィーが、かなり前に出てますね、はい、さあマウスが北ラインで見つかった。さあここで、ダメージを取り切っていきたい。マウスがキャップポイントに近づくまでにまずはダメージを取り切っていきたい。さあ慌てて戦線が動き出す。あと JT、リタイ取られてしまうが、さあどうか。バットチャットはまだ出ない、まだ出ない。あとスケルが南側でダメージを受けてしまう。さあサフィーに対してバットチャット3枚が襲いかかっていく。ここで取られてしまうが、さあどうなる。完全に今日疲れた形になってしまったか EL、 あ、Team F 戦士もうちょっとかなり厳しい。んー、サフィーが移動中ですか。打ち切っ、いや、もうフォーカス3枚に突っ込まれてどうにもならなかったですね、はい。さあ完全にフォーカス対象をセブンに定めた Team F 戦士、まずはセブンから落としてしまおう、そんな意図がうかがえますが、さあどうなる。いやマウス1枚をキャップに入れて、ま、もう1枚のマウスを どんどん前に出していく。さあエフィシエンシーのヘビータンクがかなり満身創痍な状態。これはマウスの後ろにバットエピを隠したいと、うん、さあ2キャップにして相手にプレッシャーをかけていく、ね、さあマウスも前にいるので早々はキャップ切りには来れないだろうという判断。さあ防犯がここで前に出ていく。マウスの側面回り込んでいく。それに対してパーティーがここでキャップを切れるか。キャップは切る、キャップは切っていく。しかしさあどうだ。あっと 50B 部隊がセブンの駆除に完了、駆除に成功。さあここからどうなっていく。 JT 選手に対してマウスがガンガンプレッシャーをかけていくが、さああっとパーティー選手に対してマウスがなかなかダメージを与えきれない。あっと25バット、うん、AP を先に倒すことに成功。これで余裕ができたかティミオシエンシー。
さあ JT 選手の日語尾がなかなか対峙できない EL ゲーミング。さあマーブのリロードを待って動かしていきたい。さあここからが勝負。さあきっちりとマウスを落として、もう一台、ブラック選手のマウスをなんとかしたい。さあ一発撃ってしまった。今の一発撃ってしまったのが致命傷にならなきゃいいが、あーっと下から一気にダメージを食らってしまう。マーブ選手は落とすことができたが、ブラック選手ここで落とされる。2台残った。残りバット AP1 枚で何ができるのか。クワイエット選手、さあヒットポイントは残っているが、ここでダメージはあまり食らいたくないぞ。グラノフスキ選手、さあ撃たれたということが分かったので、あっとここでダメージ受けるのはちょっと厳しい。あ、2発。うん、クワイエット選手も抜け目がない。うん、これは十分時間あるので、リロード待ってもうキャップで追い出す、おそらくキャップでしょう。ちょっとこれグラノフスキー選手は迂闊でしたね。今視界切れてもいないのにライン出て、打たれるライン出てしまいましたね。はい、さあどうするか。まずはもうおそらく2キャップに時間立てずに入れてきますかね。うん、まあキャブで今で動かないんじゃないか。ただ問題はあんまりこう見たくないですよね。キャップ入れるまで動きたくないですよね、これ。さあドキドキする展開となってきましたが、どうなりますか。動かないですね。動かないですね。あと弾は飛んでくる。ブラインドが飛んでくる。I can see when I'm pinned out, kind of. Where is he blindfiring from? I think he blindfired like over here, from down here, I'm pretty sure. ブラインドをたくさん打ってくるから、まあ射線切ってろっていう話ですね。さあ、ブラインドを打ち切ったところで、バット AP はキャップに入ります。そうですね。JT 選手もね、弾薬壊れてるのでね。ああ、JT 選手、あれですか、アモラックプラスエンジンダウンですか。さあ、日語尾が発見されてしまう。これ当たりに来ますね。うん、当たりに来ますね。I was poking between the gaps, so I could have got lift from here, but I'm not sure. One shot. I need to receive one shot. Yeah, I know.さあもうこれギリですね。もうスポットポジションから動けない動けないですねこれ。さあじりじりと下がって、クワイエット選手は次のアタックチャンスを伺いたい。さあ視界を切って、うん、キャップの時間はないです。さあ、あっとここで 50m の視界が切れる。しかし JT 選手は迂闊には動けない。エンジンも壊れて、ローダーも壊れて、 JT 選手も距離を若干取っていく。Can you go to A1? I didn't know you won't cross. I have dead action, dude. Yeah.
There is a dead mouse behind you. Maybe you can hide now. Because he will spot. Oh no! やられてしまった。A ラインから A のもう北ベタベタから突っ込んできました。うん、ああもう手に汗握りますね。いやー取れましたね攻撃で。うん取れたねっていう。非常に。TMF 戦士うまい具合に対応しましたよね。はい、うん、マップをポンと。いやーこうあの状況においてね、あの状況においてこっちから回り込むってね結構賭けなんですよね。なので僕こうずっとこっちのラインじゃねえかな、こっちのラインじゃないかなとこうドキドキしながら見てたら、ああやっぱりこっちだったよっていう。 JT 選手はここの隙間からもうしきりにこうねこっち側気にしてたんですけどね。はい、これがねやっぱり妙なんですよね。弾薬庫とエンジンが飛んでいなければ最初の接敵でなんとかなった、うん、そしてここでね初接敵でサフィーが飛んだのもすごい痛かったんですよね。あれもうちょっとダメージ取れたったはずだろうっていうことをこう声を大にして言いたい。そうですね。はい、じゃあ流れについて軽く説明していきましょう、うん、まず、ここのバットチャットとバット3枚が一気に突っ込んできます。こうですね。はい、そして、マウスがズズイッと上がっていきます。はい、で、あとその前にリプレイが入りそうですか。はい、このシーンですね。あとサフィーリロですね。失礼しました。これ、なんでリロードしてたのか。入ってくる人は最初に5発打てたの。ちょっと確認してみないと分からない。分かんないですけどね。ここでね、こうブラック選手に対してフォーカス当てたのもいいんですけど、この後なんですよね。この後グラノフスキ選手が迂闊にもこう、ダメ2発食らったんですよね。はい。あそこでね、多分ね、JT ね、隠れない方が良かったかもしれない。うん。隠れずに、あの相手にこう 50B 打つんだったら打たせておいて、でラストショットの賭けに出た方が良かったかもしれない。まあ難しい話なんですけどね、もうそこら辺。もう本当わかんないです。あそこ一発打って隠れないでそのままこう。どっち狙うのっていう感じで、で 215B 打ったら 50B のリロが間に合う、 50B 打ったら 215B のリロが間に合うっていう、こう両天秤にさせた方が良かったかもしれない。はい、うん、あ、まあ説明していきましょう。はい、こういう感じですね。はい、こういう感じになりました。どういう、まずルートを説明しましょう。はい、マウスがズズイと前に出ることで、意識をマウスに向けます。はマウス来たラッシュだ。そこに、まあ、215B が発砲を開始するわけですが、そこにバットチャットが侵入して、サフィーのバットチャットを通りつつ前に出ていきます。ここまで同時にセブンが、そうですね、セブンが中央上がっていって、ここのね 215B に対して、 JT の 215B かに対して横から発砲をして攻撃を加えていきます。あ、それからまあ、うん、町の方から合流できないように、そうですね、まあ、そうですね、 ここのラインで相手を合流させないようにっていう、こういうコンセプトのもと北のキャップを目指しました。イエール、それに対して、TMF 戦士なんですが、これは、南側のセブンが先だろうと踏んだ後の対応っていうのは早かったですよね、はい、まあ、50B2 枚を、まあ、北側にこう戻しつつも、もう2枚の
ヘビータンクを使ってセブンをなんとかして止めようと。そして、うん、まずは113がこの噴水裏に入ったのかな、噴水裏に入って、まずはここのセブンから取ってしまおうということでセブンの対処が先に完了しました。そして、113はこっちにと、まあ113もね本当は食らわなくていいところ食らっちゃったんで、もうちょっとなんか 50B の到着待ってもよかったんじゃないかなという、うん、それから13人が最初にすぐ溶けてたのがちょっと気になる。あれはねあれなんですよ、こう来たラッシュ来たよって言った時に南に飛び出しちゃったんですよ。あ、うん、そしたらセブンに一方的に 殴られちゃいました。それが大きかったです、うん、そう、ただまあ一発ずつセブンもらっても耐えると思う、耐えると思うんですけど、そっからなんですよね、おそらくなんですがセブンの背後を取りに行こうとしたんじゃないかな、はい、そしてもしこれが生き残ってれば、うん、セブンを倒した後、まあ、13人後ろを回れるんで、だから13人の動きっていうのも若干その慌てた、そのまさかそのね、うん、北ラッシュ来るとは思わなかったって言ったところで、もうちょっとねこう慎重に裏回ってたらそんなね苦労することってなかったんじゃないのっていうところなんですけどね、はい、ティム・エフシェンシもティム・エフシェンシでリーチが勝った試合だったので若干焦った面というのもなんとなくあると思います、はい、うん、サフィーもねこうマウスに打つのかそれともバットチャット来るの待つのかとかすごいこう打つの迷ってたような感じが見受けられましたからね、はい、はい、はい、コメントの方でね視聴者プレゼントって発表したっていうことがあるんですけど、基本的に、毎週視聴者プレゼントありますからね、休憩時間中にねこうハッシュタグとこう自分のねウォッター ID つけてコメントしていただければ抽選券得るよということでお知らせしてますからね、ぜひね、ツイッターアカウントを使って、ガンガン応募してください、はい、で当選者の発表に関しましては僕がワールドオブタンクスのクライアント内で直接当選者の方に、メッセージを差し上げますのでね、ちゃんとメッセージ受け取ってくださいね、受け取る設定してくださいね僕からの、はい、そうしないとねこうメッセージ受け取れないでそのまま流れてしまうということもありますからね、注意してください。はい、ツイッターとかでねこうねアンケートで当選当たったよみたいな感じでこうねダイレクトメッセージとかで出してくれればそれでもね、抽選の角度とか上げていきたいと思いますからね、はい、ガンガンね、ツールを使って応募の方よろしくお願いします。いやー、ヒヤヒヤする試合が多いんですけど、もうなんだろう、FC 勝ってくれよっていうそういう試合ばっかりで、うん、そうですね、次は攻撃ですから、ね、はい、うん、はい、残念ながらね、アジアアカウントだけなんですよ、コメントでね、あるんですけど、はい、これがね、アジアサーバー、そう、アジアサーバーの大会の配信ですので、アジアサーバーのアカウントにしか、お送りすることはできない、うん、あのコードの形式ってね、どうやらこう発行するサーバーごとにこう違いがあるらしくて、僕もね、まだこう使ってない RU サーバーのコードとかあったりして、どうするんだこれっていう感じなんですけどね、いまだにこう使おうかどうか悩んでたりするんですよね。ちなみに今日はどういうのが当たるんでしょうか。はい、今日本日は5人の方に 5人、はい、はい、2名の方はプレミアムアカウントとゴールドがプレゼントされます、内容に関しては当選してからのお楽しみです。そして、3名の方に、リザーブですよね、1時間か2時間かな、上院経験値が倍になるという、はい、リザーブをプレゼントします。ああ、いいですね、うん、僕上院リザーブ好きです、はい
ぜひね、上院経験値その機会に稼いでいただければなと。もうこのワールドオブタンクスというゲーム、上院経験値が全てですからね。あのそう、実のところね、まあ新しい車両ね、開発したいとかっていうのがあるので、車両経験値っていうのも、もちろんね、需要は重要なんですけど、一番の資産っていうのは乗員です。はい、3スキル乗員とか4スキル乗員とか5スキル乗員とかになればなるほど、もう重要な資産になっていきますからね。はい、そうですね。うん、あ、来ましたね。そうですね、はい。僕の直筆サインとかが欲しいっていう人はね、ぜひとも関東圏のワールドオブタンクスのイベントにね来ていただければ、はい、もしかしたらね、こうポッと ね声かけていただくこと結構あるんですけどね、ぜひね、はい、僕そういう時ね、ツイッターでこのイベントで来るよみたいな感じで言いますからね。はい、僕かな、プレゼントはツイッターとかで、まあゲーム内のチャット内で直接声をかけていただければ。そうですね、はい。さあ試合の方スタートしております。ティームエフィシェンシー VS イエル。はい、さあ113が積極的にセンターに入っていく。さあ北側ではマーブのバットチャットがバレているのかな。はい、そのような状態からスタート。はい、パーティー113、ボロネーゼ113、JT7、マーブ、バッチャ、グラノフスキ、バッチャ、サヒー、バッチャ、スケル132。うん、ちょっとこの編成でいうとどのように勝つのかっていうのがちょっと想像しづらいところがありますね。そう、さあ EL の編成を見ていきますと、ハードライナー113、プリンシパル113、フォックス 50B、クワイエット 50B、ナイスバッチャー、ブラックバット AP、ガンレンバット AP、うん、そうだ、215B なしです、うん、防衛で、まあ、マウスだったりの打ち合いだったら 215B が優秀なんで、そうですね、1枚は入れるかなと思います、うん。ただ、編成にもよるんですが、完全に113をセンター、マップセンターですね、マップセンターに入れることによって、相手のキャップをもうとっても気にしているよと。この113がいる限り、正直2キャップも1キャップも難しくなっていくよということですね。さあ、しかし車両をすべて、町真ん中に集め始めているティーム FC 戦士。もしかしてこれ北ラッシュ？まあそれか EL 側はこの南の端まで行かずに建物のところに出るのが少しで、うん、まあ、今回はバッテリーですけど251なんかでもよく入ってます。そうですね。さああと EL も TMFCNC のあまりの動きのなさに 50B が北側に戻りつつある。気づいたか。さあできるだけ早めに早めに動き出しをしたい FCNC。 さあ準備はできたか、準備はできたか、今か今かと弓を引き絞っております。さあゴーサインがいつ出るのか。おっと、ハードライナー選手、プリンシパル選手すごく動きを止めましたね。静かな戦場となっております。さあセブンが動くか。あ、レディーゴー、いったバットチャット3枚で一気に突っ込んでいく。さあジェットストリームアタックのごとく一気に突っ込んでいく。さあ突っ込んだ、ガンレン選手の AP しか残っていない。さあサフィーに2発3発当たらない。マーブにもう1発、うまいことダメージ分散は成功している。さあ3キャップ入って、まずはガンレン選手を追い払っていきたい。そして街の中に相手の車両が溜まっていく。当然全ての車両が見えてるんで、これ街から回ってくるのは止められないです、うん。さあプリンシパルの113に対してまずはフォーカスを仕掛けていきたい。あ、しかしそんなにダメージ与えられない。
さあハードライナー選手、ナイス選手、さあ街の中から一気に勝負をかけていくか。あーうまいですね、132を縦にしていきますが、しかしもう囲まれた形になってしまっているか、ティーム F 選手。ちょっと苦しいみたいな、難しくなってきましたが、まだまだ状況的には分からないんですが、 50B がねやっぱりこう有効に使われるとめんどくさいですよね。はい、やっぱり 50B ですよね、肝となってくるのは。あっと、ガンレンのバット AP がマーブを取って、完全にヘビータンク3枚囲まれる形になった。ちょっとやっぱりこう無理があったかなっていう。はい、そうですね、全部の車両を1キャップの方に出してしまった。そうですね、さあこうね、いや聞こえてきま、もうね足音がひたひたとこうね、タイブレークの足音が聞こえてきました。はい、非常に悲しいです。まだ2試合目ですよ、ね、はいはいはい、はい、タイブレークです。なんでさっき買ってくれなかったの。そう、それまさにそれ。ほんそれ。ね、こう編成からこう言ってしまうのはまずいんですけど、 TMF 戦士がどのように相手の編成に打ち勝つかっていうのがなかなか想像しづらかった。どっちにも攻めることはできるんですよね。はい、北側を攻めるにしても南側を攻めるにしても、どっち側にも柔軟に動くことはできるんだけど、でもそれでも勝てるかなっていう、この編成でっていう。そうです、まあ、後ろを見てる車両が一番いなかったんで。北側キャップに比べたらこういう動きの方が勝てたんじゃないかな。はい、そうですね、まあ北一旦取り切った後少し戻れないようになりまして、裏から回ってくる車両に対してまあ何か止めたかったですね。そうですね、はい、これ完全にねこう封じ込まれたシーンなんですけど、はい、スタッツも、まあ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 、エフィシエンシーが一方的に殴られたよっていう。はい、さあマップの方をねポンと表示しておりますが、非常にねもう分かりやすいというか、なんというか、はい、あと1枚どこにいたっけ、最後はこの中、あそうか、1枚中にいましたね。はい、はい、こう非常にねこの FCこう E ロングのこうディフェンスってよくできていて、これね、南側でこうすぐこうだ、ね、前に飛び出してきた相手っていうのにも対応できるし、はい、そして真ん中から突っ込んできた相手に対しても対応が効くし、そして先ほどみたいに、ね、F 選手みたいに北側に突っ込んできた相手にも対応できるという、非常にねこう美味しい配置というふうになっております。はい、何よりもこの配置で大きいのは、まずここのねバット AP がねこの北側突っ込んでくるバット
チャットに対して先に視界を目を取ることができて、はい、射線をね先にこうたくさん通すことができるんですよね。こう 50B113 そして 50B、はい、そうですね。ただ今回ここ1枚だけだったので、まあ、せっかくここまで通り切ったんですが、まあ、あんまり相手の車両を削ることができずに、うん、まあ、全ての車両をこっちに当てようとしたので、まあ、逆に中央からそうですね裏に車両を回されて、うん、まあ、うん、結局のところここの 50B2 枚っていうのがどうにも取り切れないんですよね、どう考えても。そうですね、まあ、まずここで通行で取った後、うん、まあ、こっちの裏に後ろに回すという。そうですね、ここで、このポジションであと4発発砲、4発発砲した後に、ポジションチェンジですね、キャップを切れるようなポジションに移動していきます。はい、こうなので、まあ、それならさっきも言えるみたいに、まあ、セブンをこっちから出したりすれば、うん、こっちの車両は足止めができるんですけど。そうですね、1132枚とバットバット AP が取られます。ここからの発砲が消えた瞬間に少なくとも元連選手は倒しておくべきでしたね。はい、そうですね、うん、こ、そして、でそして、まあ、後ろに戻したかった、うん、そうですね、このキャップは釣りだったんだという形で後ろに戻したかったですよね、うん、こういう形でやれば、50B2 枚というのを完全に切り離した上に、街中で、十分にこう殴り合うことができた可能性というのがあるんですよね。はい、うん、なんというかっていう感じですね。ちょっとやっぱりこうここに放り込んだバッドチャット3枚というのが完全にダメージ取られ損で何もあまり働くことができずに落とされてしまって、そもそもここのバッドチャットってここが取られた時点でもう詰んでるんですよね、正直。はい、うん、なのでここにね1132ですかも入れてましたけど、できればやっぱりここら辺で見ておきたかったですよね。まあでも1321枚だと、まあ見たとしても止められないので、まあそうですね、何枚か戻しておく必要はあったと思います。まあそうですよね、だからやっぱりこうここ、うん、あとこう気になったのがもう一点あって、ここのバッドチャットが先に突っ込んだじゃないですか、順番違くないっていうどう考えてもここのなんだろうヘビータンクから先に見せないっていう、まあそれで相手が完全にこなんだろう北向いちゃうのを防ぎたいっていうのはよ分からないでもないですけど、どっちでも一緒だよねっていう、うん、うん、それだったらなんかヘビータンク先にこうねポジションつかせてキャップ入らしちゃってからこう行ってもよかったんじゃないかなっていうふうに思うんだけど、どうなんだろう。さあゴーストタウンです。はい、タイブレイク、マップゴーストタウン、さあ今日2回目の TMF 戦士 EL のゴーストタウンです。次の試合はどうなりますでしょうか、見ていきましょう。さあバットチャット1枚が景気よく南側、警戒して動いていきましたが、なんと EL は、ブラック選手の RU がキャップゾーンに侵入、うん、これもしかして北側キャップだと勘違いしている、そんなことはないか、これちゃんとねベース2ベース1って出るので、はい、はい、これね先週ね以前のこう対戦でエフィシェンシーは EL に勝つことができたよと、それはこう、ね、シーズン1、2通して初めての出来事だったよということですね。はい、
まあ、200は抜かれますね。そうですね。さあ、キャップが進んでいくわけですが、さあどこからじゃあキャップを切っていこうかっていうところなんですが、さあどうだ、マーブの 50B がセンターから飛び込んでいってるかな、これもしかして。あっとキャップは切られた、キャップは 切られてしまった。あっとトラックヒット251、このままキャップを取ら、うん、そうですね、これは南側から打たれない位置でしたが、うん、200の北側からは打たれました。うん、キャップを切ったことで満足してリロードのために下がってきましたね。はい、うん、そうですね、これはまあキャップ踏まえたいので、そうですね、キャップも止めたしダメージも与えた、うん、最初の位置に戻る、うん、なので、この辺りは今のところ、うちらが有利だということで無理をしないっていう感じで下がってきましたね、うん、そうですね、これはまず最初の形で守っておけばいい、うん、あのこの損得感情ですよね、ダメージ与えてるのか与えてないのか、今現状でこうポジション的、そしてヒットポイントで有利を踏んでるのか不利を踏んでるのかっていう、そういったその判断というのが非常に重要です。さあ北側に車両を移動させている軍団というのがバレてしまったが、さあ113がキャップポイントに入っていく、うん、しかしこれは1キャップでは切られそうです、うんうん、キャップを切れてるんで無理な前に出ないと。キャップ切れてますね、うんうん、そうですね。ああハードライナー選手もこう、うん、もう完全に諦めてどうするのだろう。ブラインド入れてますか、北に、北っていうか TD に。あ、2キャップにしますか。2キャップにしますね。うん、まだ入らない、うん、入るか入らないか非常にこう動いていますが、さあ動き出した抜けますか言える。そうですね、だいぶ車両北側に寄せてしまったので、はい、まあ、これキャップ外れたんで少し戻してもいいと思います。逆に、うん、HP のリニューを取ったんで完全に言えるが、もう、ま、もう見てるだけっていう状態になってますね。さあ、言えるとしてはここからじゃあどうやって試合を動かしていくのか。南西部分を取った後、まあ、2キャップを使ってたと思います。さあ、もう一度2キャップに放り込んでいく。うん、ですね、まあこれしかない、うん、さあそれに対して今度はどのようにキャップを切っていくのか。バットチャットがまずは様子を確認して、うん、じゃあ大丈夫、まだ大丈夫ですね、まだ大丈夫です。そうですね、イエルガンもそんなに車両動かしてないので、あと北も一応キャップをすると。これグラノフスキ選手フリーで打てるんじゃない。そうですね、25時の位置は北側からじゃなくて、ない、うん、サフィー選手が、南でバレてしまった、うん、これ南いるのは分かったんで、はい、うん、詰めますか、どうだろう、詰めろ詰めろなのかな。あっと北側のキャップ切れるのかな、これ
気をつけないとこう両側キャップでもたもたしてるうちに何か知んないけど勝負がついてしまったよみたいな感じになってしまいかねないんですが、さあどうか。これはちょっと 50B が当たりそうで怖いです。うん、あと E100 が倒すことに成功しました。あ、サフィー綺麗に逃げますね。これは気持ちよく逃げていますね。さあ 50B に対してバッドチャットがヘイトを取るだけ取って逃げていきます。これは美味しいですね。さあ 50B が切り離されてしまった。切り離されてしまったところに TMF 戦士は集中して車両を回していく。さあ 50B2 枚で取れるかどうか。さあさっさと車線を切って逃げ切ってしまいたい。さあクワイエット選手はもう絶対逃がさない。さあ IS4 でハードライナー選手を抑え込みに行く。さあ 50B のキャップが始まっているが、あっと E100 でダメージ取れなかったか。さあ車両残りが多いのが、TMS 戦士ですが、さあさあナイス、弾を使い切って撃破されてしまった。残り1台。さあ押し込んでいく。さあはい、ね、チームチャットで大喜びしてる彼らの、はい、こうね、聞こえてきましたが、今日も TMF 戦士が EL を撃破いたしました。2連勝です。まあ、タイブレークまで追い込まれてしまいましたけどね。はい。そうですね、ちょっとゴーストタウンの EL ちょっと広く取りすぎてるかな。最近こんなんばっかなんですよね。見ていきましょう。マップ、もうすでに作ってあります。はい、こんな感じです。こうね、多分、どの人が見ても、この配置気持ち悪くないっていう思うと思うんですよ。うん。これね、どうなんだろう。いや、ここで、こう、EL の、まあ RU ですよね、まず一番最初に動くのが。ここにキャップに入っていきますよね。はい。そしてそれに対抗するために、この軍団がこう入っていきますよね。はい、そして、キャップの方に直接当たずに先にこっちやる。キャップはね、先キャップ切ってるんですよ、先に 50B で。こうかな。そうですね。こっち消しゴム。こうですね。はい。さあリプレイの方ちょっと眺めていきましょう。もうちょっとこれね、車両がもうかなり進行してしまっている状況なんですが、はい。まあそうですね、序盤に削られたのもありますし、形としてもあまり、あと要素はあんまりなかったと思います。そうなんですよね。はい、はい、スタッツの方、サフィーがかなり稼いでるというのが分かるんですが、こう説明していきましょう。まず、ここの 50B ですよね。 50B と E100 が、こういう感じで挟んでいって、まあ、ここに牽制をするのと同時に、キャップをカットします。これがまず第一段階で、それに対抗して、EL の 50B 部隊も慌ててこう対処療法として 50B 部隊を当てに行こうとするんですが、残念なことに、ここにね、サフィーのバッチャがいるんですよね。バッチャがいて側面からパシパシと撃たれて、こう怒ってしまった 50B、 なんとこっちにバッドチャットだって言って釣られてしまいます。この辺りまで行ってます。もうそうなってしまうと大変だ。こう完全にマップがこの3台とこの3台で切り離されちゃったんですよ。
はい。で、あとはもうお決まりの展開ですね。もう3、もう祭りじゃーって感じでもう突っ込んできました。そうですね。うん、で、慌てて、ああ、まあ北の舞台危ないということで、50B バッドチャットをこう、もうね、せっかく追いかけたのに放置して、こうやって後から追いかけていく展開。まあ、はい、でも時すでに遅しですよね。はい。うん、完全に分断されて、かっこ撃破されたところに、こう、まあ、後ろから突っ込んでいくという展開になってしまいました。うん。EL らしからぬ動きですよね。ちょっとこれじゃ勝てないけどな。これだとちょっとゴーストターン怪しいですよね。はい。やっぱり。決める。決めずの攻撃もちょっとワンパターンだったんで。うん、まあ、防衛はなんか、ちょっと、あの、まあ、そうですね。クライアントを落ちるような感じでしたけど。うんうん、はい、そしてやっぱりね、こう試合途中でも紹介されてたんですけど、今シーズンの JT 選手というのは本当にダメージをよく叩き出しているという、はい、うん、でね、先ほどのアンケートね、こうチーム FC 選手勝つよっていうんじゃなくて、もしかしてタイブレイクの人が正解という謎の結果になってしまった、うん、いやー、まあ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 、それでもね、こう EL の、うん、EL のね、ルーズに1っていうのがつくのは非常に大きいということで。うん、ただまあ EL もう少し、タクの部分でちょっと厳しいかなっていうのが多い、うん。そうですね。あの、今までは無理やりなんとかしてた部分っていうのがあるんですが、こういうふうに完全に相手に振り回された上、分断されて、好き勝手やられてしまうという展開というのは EL にしては珍しかったなと。で、EL もね、なんか今まではその 50B や113という足の速い車両を全量で使って一気に押し込んでっていうパターンが多かったんですけど、最近なんかね、重い車両とか取り入れ始めて、もしかしたらそれがなんか今までの やってたことと違ったことをいきなりやりだしてしっくりきてないのかもしれないですね。はい、それでは一旦休憩いただきまして、次の試合 TCZ VS カレンティーガーの試合をお送りしたいと思います。それでは一旦休憩に入りましょう。